ヘキサセンとは、方向属炭化水素の一種で、6個のベンゼン管が直線上に縮合した構造を持つ有機化合物。アセン類の一つ、ヘキサセンやその誘導体について、合成法、安定性や分光学的性質が研究の対象となっている。分子式は C26H16。 分子量は 328.41CAS 登録番号は258から38から8ヘキサ線はその6位と15位に電子が極在化しているため不安定な化合物である文工学的な測定は生成後すぐの資料を用い窒素やアルゴンといった不活性な機体の雰囲気化で行わなければならない非常に高い立体障害を持たせて 速度論的に安定化させた場合にのみ管理が可能である。例えば6、15ビスヘキサ線は X 線結晶構造解析が可能な暗緑色の単結晶を得ることが可能で、その結晶は摂氏96度で熱分解することまで報告されている。誘導体ではない無知感ヘキサ線については20世紀前半より合成法の報告例が散見していたが、 再現性に乏しく、性質などに踏み込んだ研究は達成されていなかった。2007年にネカーズラの研究グループが初めて、無知感ヘキサセンの再現可能な合成法を報告した。彼らはジオンを、セ具体として、効果学的脱カルボニル化により、ヘキサセンに変える手法を開発した。ヘキサセンは、14M の希釈条件でも、 ディールスアルダー反応によるに浄化を起こしたり、痕跡量の酸素と反応して、加酸化物に変わったりするため、溶液で安定に取り扱ったり単理したりすることはできなかった。そこで、アクリル樹脂のフィルムをマトリクスとして光反応を施すことで、通常の室内に一晩置ける程度には安定な状態で無知感ヘキサ線を得ることができた。フィルムの色はヘキサ線の生成によって、 緑色を帯びていた。ありがとうございます。